どうも皆さんこんにちは。今回はですね、ニュージーランドに住んでる僕が最近日本に帰国してたんですけども、そこで子供持ちとして日本に帰ってちょっと気づいたことがあって、それについて話していきたいと思います。今回はニュージーランド人のアレックス君にゲストに来ていただいておりますけども、アレックス君も同じ時期に日本に帰って、アレックス君もちっちゃい赤ちゃんがいる中で、最近ね日本に帰ってちょっと気づいたことがあるということで、久しぶりですけども今日はよろしくお願いします。久しぶりに日本に帰って、ニュージーランドに帰ってきて2週間ぐらいになるんですけど、日本に帰ったのは1ヶ月ぐらい帰ってました、うん、アレックスはどのぐらい日本に帰って、僕はもう1ヶ月前ニュージーランドに帰ってきたんですけど、うん、今回の日本は10週間ぐらい、10週間はい、2ヶ月ちょっと、それだけでもすごい僕も4週間弱帰ってましたけど、まず率直な感想として日本はどうでした？まあ、最初東京着いたんですよね。成田着いて、その成田からの電車乗って、品川で一人で泊まってて、まあ人がすごいよね、ニュージーランドに比べて。でも本当になんか駅に人が混みすぎて、なんか赤ちゃんを運んでるのにあんまり譲ってくれなかった感じ、みんなが。そういう印象だったかな、はいはい、赤ちゃんに対しての気遣いが少なかったかな。東京はね、東京はね、人の多さももちろんそうだけど、まあ一人一人がもう東京も忙しくて、他の人にこうね時間を割いてるという余裕がないから、そうだよね。ニュージーランドでももしかしたら都会の方に行くとそういうことが起きるかもしれないけど、でもやっぱり東京、日本の東京っていうのは特殊、都会のスケールが違うんだよね。ニュージーランドと人口に直すと東京とオークランドってもう10倍以上違うから、やっぱり俺も今回東京に一泊して本当に人が多くて、もうここで子供を育てるっていうのはもう想像がまずできない。そうなんだよね。うちらはなんか半分ぐらい京都に泊まってて、それまあニュージーランドに比べて結構都会なんだけど、特に市場の辺いたから、でもう半分は岐阜にいた、だから結構田舎の感じがあって、結構違ったよね、赤ちゃんに対してるのいろいろが。なるほどね。田舎の方は本当に楽だった。レストランとかも、まあ、土地が広いからもっとできるかもしれないけど、まあ、レストランの店員自体も田舎の方は赤ちゃんに優しかったね。確かにね、まだ余裕があったというか、岐阜に着いてばっかりで、みんなでうなぎ屋さん行った、そのうなぎ屋さんでみんななんか食べながら赤ちゃん抱っこしようとしてて、でなんかうずっててちょっと食べるの大変で、急に店員さんが寄ってきて、あ、私なんか子供3人いるから持てますよって言って、店員が赤ちゃんを受け取って、ずっとうちらは食べながら赤ちゃんと遊んでくれて、いや田舎全然違うなって思った。すごいね。それはびっくり、そうだよね、それがすごかった。まあ岐阜になんかのすごい大きな公園があって、なんか子供が遊べるアトラクションとかがいっぱいあって、それがすごく良かった。そういった公園は例えば、まあ、この周りにも公園があると思うけど、そういった公園と比べて日本の公園はどうだった？そうね、あれは結構、あれはなんていうんだっけ、ファミリーパークというか、なんかもっと遊園地に近い、でも子供向けの遊園地で、すごかったね。ニュージーランドはなんか公園があって、でも滑り台となんか少し遊べるやつで終わるかな。日本に最近ちょっとそのニュースがあって、公園で遊ぶ子どもの声がそのうるさい騒音になるっていうので、まあニュースになってて、あのニュースっていうのはもともとその公園が建つ前からその周りの住民がいろいろクレームはあったにしろ、まあその騒音っていうのがニュースで言われてて、みんなそれにこうまあツイッターとかいろんなでこう叩いて、その子供は日本の宝だ、いやでも子供はやっぱうるさいっていうのでそういうことがあったんだけど、まあニュージーランドではもうそういうことはほとんどない。子供がうるさくても僕の感じではね。そうなんだよね、そもそもその議論には
レベルがちょっと違う、ね、はい、違うねと思って、うん、あれはやっぱり人が多いからそういうことになってしまうのか、やっぱり日本人ってどうしてもこう余裕がないからそういったことになってしまうのか、うん、なんかまあ面白いなと思って一つ二つこう比べると、そうだよね、その余裕のなささを結構感じるよね、うん、比べるとそうだ、ね、電車とかにもさ、うん、よく妻が赤ちゃんを抱きながら混んでる電車に入って、うん、あの優先席の近くに立ってて誰も譲ってくれないとか、あそれなんか余裕のなささの一部かなって思う。なんかサラリーマンとかも疲れてるでしょ、疲れてる、だから立ってくれないかなって。そうなんだよね、本人たちもそう、日本人もめっちゃ疲れてるのはその妊婦であっても、うん、妊婦の方が逆に元気とかサラリーマンの人に寝かしてあげた方が、日本を支えてるサラリーマン、もっと仕事ね、明日また仕事朝早くからあるだろうし、まあいろいろ考えればそうなるんだけど、でもやっぱり常識としてそういった年寄りの人とか妊婦とかそういった人にこう譲ってあげてほしい、優先させてあげてほしいというのがあるよね。逆にその優先席譲ってくれる人は40代から60代のおじさんで、若い人たちは譲ってくれない。心の余裕っていうのがそもそもその常識ルールを知ってるけど守らなきゃいけないって本当は思ってない。みんなが守らないから、うん、その守りにくいというか、そのみんながやってることと逆のことをしにくいような雰囲気って僕も日本人として分からなくもない。ちょっと恥ずかしいというか、そのそうそう、なんか座りますかって知らない人に言ってあげる。多分それマスクの外してもいいよって言ってみんな外さないのに、もう同じような感じ、それに通ずるというか、うん、そうそう、そういったことが僕もね、あの電車乗ったのが京都で乗ったのかな。でもうあの朝早朝の電車に乗ったら、うん、通勤ラッシュのもうむちゃくちゃサラリーマンが乗ってる、きつい、ね、サラリーマンと学生がもうむちゃくちゃ乗ってる時に、うん、自分の赤ちゃんを前に抱っこして、抱っこ紐で抱っこして、うん、で1時間ぐらい電車乗ったんだけど、もう絶対もうこれ以上乗らないって思うぐらい大変だった。あ、そう、こんな大変だったかなって。僕も学生時代あの電車で学校にまで通うのに1時間ぐらい乗ってたんだけど、体験経験してたはずなのに今回体験してこんな大変だったのかって、もちろん人がいっぱいで身動きが取れないっていうのもあって、で僕が乗った時にたまたま優先座席じゃないけど、このドアとドアの横にこうもともと壁だけどそれを倒したら椅子になるやつがあって、分かる分かる、ちょっとね、阪急でそれに乗ってたのね。うん、狭いよ、普通よりは狭い、うん、で乗ってて、それで、まあ、赤ちゃんもいるし、こっちには優先座席があって、うん、サラリーマンが乗ってて赤ちゃんってこうやって、はい、あ別に座れてるからいいやと。で、まあ、別に僕は成人男性だから別に体力ないわけじゃないから、うん、でバーって人がいっぱい乗ってきた時にその中に、まあ、おじいさんが乗ってきて、うん、で優先座席の人が、まあ、それで別に譲らないというか、まあ、譲るスペースがない、もうそもそもいっぱいだから、うん、で僕の前におじいさんがいたから、うん、それでもう僕と子供を抱いてる僕とおじいさんと比べてもう譲ろうと思ってで、入ってきたからおじいさんどうぞって言ったら、もういやいやいやみたいな、いや僕出るのです、全然僕余裕だしもうすぐ降りるしと思って、うん、譲ったら横の学生が、すげえすごくないですね全然すごくないですね。もうこういうことやっぱしないと、まあ、まあなんかやっぱりみんなこう、みんなが動かないとどうしても動けない、うんうん、まあ、そういったところかな。あとはなんかこう、周りにちっちゃいもうランドセルを背負って、うん、もうランドセルと体が同じぐらいのちっちゃい男の子と女の子が2人で、まあ、学校に行くために電車に乗ってて、でそれで乗ってきた時に子供2人ぐらいのスペースが空いてて、うん、でそこに大人、サラリーマンの大人が入ってきたらダッシュでそこ座ったのものすごい勢いだよ多分ね、電車がこう来た時に見えてたんだろうね、そこ空いてるって。でドアが開いた瞬間にダッシュでそこ座ってもう
すごかったの。でそれを目の前で見てて、うん、で子供がもう入ってきてもう見て見ぬふりで、うん、まあ、子供はまあ分からないというか知らないからそういうこと、そう、ね、別にいいかなみたいな感じだったんだけど、そこはなんかもう大人がそういうことをしてると悲しいなというか、別に悲しいというか、なんだろう、あ、これが日本なのかなっていうか、うん、そんな感じがした。余裕のなささ、自分の子供がこの電車に乗ってるっていうイメージを作りたくなくて、うん、うん、そうなんだよね。日本の電車って本当に良くない部分もたくさんあるから、うん、あれはいいとは言えないかな。サラリーマンって言えばよくあのデパートで赤ちゃんのおむつを買えるときにさ、うん、おむつ台があるお手洗い、あれが限られてる。あ、よくなんか女性の手洗いだけに入ってるか、 なんていうの、車椅子用のお手洗いにもあって、でも誰かがなんか中に くぐってる。で、なんかすごい泣いてるおむつ替えてほしいだか赤ちゃんを抱きながら待ってて、で、ようやく出てくるのはなんかサラリーマン、なんか眠そうなサラリーマンで、あ、なんか休憩してたのかって、何してたのか、なんかちょっと、そうなんだ、普通のサラリーマンが入ってたんだ。やっぱ確かに思ったね、その女性のところにしか赤ちゃんのおむつ代が、替え代がないから、僕も何回もお出かけしてる時にその自分の子供がね、うん、うちしたから、あ、ちょっと帰ってくるっつって、うん、俺が行っても帰れないからそのまま、そうね、また戻ってごめんっつって、そうそうそう、渡して結構多かった。二度手間、特になんかもうちょっと古い方のデパートだよね。そうだね、まあ新しい方だったらまあ男性にもの方にもついてて、ついてる時もあるけど、まあ、昔ながらのデパートとかはついてる名前が多かったね。あれをもうちょっとこう男性にもつけてくれたら、うん、もちろんね、僕も自分の息子と二人だけでデートとか、うん、あるかもしれない。そう、そういった時に、はい、あそこのデパートはないから行けない、ここは行けない、あるから行けるとか、はい、限られてくると、はい、あれだから、大阪の阪神百貨店は良かったよ。阪神百貨店は、そうそう、それはちゃんと男性も入れる。あ、そうなんだ。お手伝いのところが、そういうところはやっぱ考えられるよね、はい、まあ、そういうところがね、もっとどん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 増えてくれると、うん、過ごしやすいかなっていうふうに思う。そうね、想像よりそういうところにちゃんと行けばなんか男性もおむつ替えたり、うん、見たり、男性も赤ちゃんにあのミルクをあげたり、うんうんうん、確かにね。ニュージーランドもどうなのかな、 100% はニュージーランドも絶対にあるとは言い切れないけど、そうね、うん、特になんかちっちゃいカフェとかない時は多いんだよね。でも結構なんか、うん、あのカフェのなんか椅子やテーブルの上におむつ替えてる人も多いよね、ニュージーランドは。でもそれが OK なのね、ニュージーランドは。別に変えてでも、まあ、そうね、結構ここに帰るなって怒る人はあんまりいない。そうね、そのカフェにおむつ台がなかったらなんかありみたいな、うん、しょうがないなってみんなが。それはできないよね。そうね、日本だったら絶対怒られる、怒られるよね。ちょっと何回もちょっとこっそりやってたけどね。あ、そう、仕方ないよね。はい、そうだよね、はい、他になんか気づいたこととか何かな。よくなんか妻の友達とか家族に会いに行ってる時に急に僕褒められる。なんか、あ、すごいね、なんか赤ちゃんよくずっと抱っこできるねって、何がすごいとか、なんか男で赤ちゃんの世話をしてるのはすごいよねっていっぱい言われてて、びっくりしたかな。なんか結構なんかニュージーランドで普通なことをしてても日本ですごい褒められる。うん、確かにね、珍しいからね、やっぱり日本だと男の人が一人で赤ちゃん抱っこしてたりすると、それが自体が珍しいからすごいってなっちゃうのかもしれないけど、お母さんがやってるのとお父さんがやってるのと別に何にも変わらないし、もしそのどっちかっていうとお父さんの方が男だから力があるから、こっちの方がもっとね、全然理にかなってるというか、はいはい、おむつ替えに行ったり、アレックスはおむつ替えに行くのとかすごいそう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 、ラッキーだなって。あ、ラッキーだって俺も言われた。そうね、お父さんが替えてくれるなんてすごいって言われて、え、お父さん替えないんですかっていう。せっかくね、自分の子供がやっぱり自分でこう子供を変えると、あ、ここになんか湿疹ができてるとか、うん、あ、今日はこんだけうんちした、おしっこしたとか、まあ、いろいろこう確認もできるし、うん、スキンシップもできるし、そう、ね、いいことしかないというか、うん、子育てなんだからやっぱり
ね、うん、できることは全部やらないと、ね、お母さんばっかりに負担がかかってると大変だからね。そうね、うん、はい、まあ、日本のお父さんっていうのは朝早く仕事行って夜遅く帰ってきて、うん、もう疲れてるからご飯食べてお風呂行って寝る、もう子供を見る時間がないっていうのはそれはわかる。そう、うん、本当にそう、あの妻の家族のみんなの男性を見ると結構早めで帰ってくる人は多かったけど、うん、友達の方を見ると旦那はみんななんか9時まで帰ってこないし、うん、そんなにいなかったらまあ手伝えないのはちょっとしょうがないかもしれない、ね、うん、そうだね、そういう会社で勤めてるな。そうだね、僕もそういう、まあ、日本の社会で、まあ、子供、赤ちゃんから子供でそれで大人になって日本で育ってきて結構まあそれ仕方ないよねって分かる、理解できる部分ある。その日本はそういう社会だから、うん、お父さんが遅く帰ってきてもうお父さんの顔をあまり見れないっていうのは仕方ないかなっていうのは分かるけど、うん、アレックスはニュージーランドで、まあ、育って大人になって子供の時っていうのはもうお父さんもお母さんもすぐそばにいるっていうのは当たり前だった。そうだよね。でもまあ僕は両親離婚してた、あと周りの友達も結構離婚してる人多くて、だからそれもまあお母さんだけの感じだったから。お母さんどうだったの？その仕事をもちろんしてて。そうね、最初の数年間はあんまり仕事しなかった。離婚とかで結構精神的に疲れてたと思う。うん、大変だったね。その後だんだんなんかあのバイトとかしたり、でその時うちらはもうなんか学校行く年齢だったから、それはそれでこう行って学校の間だけでバイトしたり、で僕高校に入った時にお母さんもともとあの SE だったけど、 SE システムエンジニア、システムエンジニアプログラマーとか、うんうんうん、それはそう辞めたんだけど、うん、高校に入る時にそれをまたなんか勉強しだして、またその仕事に復帰してた。いろいろ大変だったんだろうけど、ね、まあ逆にそのおかげにも、うん、僕はイメージにお父さんは何をするのがあんまりイメージがなかったかな。あいなかったから、そっかそっか、だから自分の育児を自由だったかな。なるほど、ね、固まってない考え方が。お母さんは夜遅く帰ってくるとかはあった？いや、やっぱり夜、そうね、やっぱり5時に仕事終わって帰ってくるよね。大変であってもやっぱりお母さんはやっぱちゃんと帰ってきて、そう、ね、ご飯作ったりとか。そうね、まあまあちゃんと夜ご飯作ってくれる時間までに帰ってくるし、うん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 、ニュージーランドはなんか14歳までは絶対に誰かその大人が家にいないといけないっていう法律があるでしょ。そうだよね、うん、それ少し無視してたね、うちらは。あ、そうなんだ。まあなんか特にあのシングルマザーの場合はちょっとしょうがないんだよね、うん、法律的に僕その小学生として一人で学校歩いちゃダメだったけど、うん、してた。あ、そうなんだ。、はい、別に警察がねずっと見回ってるわけじゃないし、うん、結構まあ安全なエリアだったし、うん、その時携帯なんかあったら、うん、緊急の時にね、はい、日本では結構もう鍵っ子って言うんだけど、その鍵を持ってる子供、一人で家にいる子供っていうのは当たり前っていうか、まあそれ鍵っ子って言えば鍵っ子なんだねって、結構もうみんな、うちの妹も鍵っ子だったし、だから結構当たり前なんだよね。そうなんだよね、うん、Netflix にも出てるでしょあの番組、子供が初めての使い、そう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 、うん、それ可愛いなと思う。可愛いなと思う。うん、あれ僕あれ見て、え、ニュージーランド人はあれどう思うんだろう、あんなちっちゃい子供に一人で買い物に行かすっていうのは。かわいいかわいい。まあ僕はなんか子供に自由させてあげたい、育児をしたいからいいと思うけど、もちろんそれをすごい恐怖を感じる、見る人もいると思う。なるほどね。まあ今回のそのこの動画ではやっぱりそのニュージーランドにね家族で移住してきたい人に対して、子持ちだったりとか、そういった人がニュージーランドでこう生活するのはどういったものなんだろうって、こう、まあ、イメージしやすいように、まあ、今回日本に帰ってね比べて、まあ、どっちの方がいいのか。まあどっちもどっちだと思うけど、そう、ね、いい部分と、はい、まあ、悪い、ニュージーランドにも悪い部分もいろいろあると思うし、うん、まあ、さっき言った法律で決められている14歳、うん、未満の子供は
一人で家に行っちゃいけない、もうそこをどうするか、やっぱ親は大変なわけだよね、うん、仕事も行きたい、お金稼がないと家賃も払えないとか、いろいろ高いから、ニュージーランドは、うん、本当に貯金もできないぐらい高いから、働かないと遊びもできないし大変だと思うんだけど、今回、まあ、僕がやっぱり、日本に帰って一つ思ったのは、うん、あのやっぱ家族っていうのが大事だなと思って、うん、日本人同士夫婦の僕は家族だから、まあ、アレックスは、うん、ニュージーランド人と奥さんは日本人なんだけど、うん、はい、まあ、奥さんの方の家族は兄弟がニュージーランドにもう一人住んでるんで、うん、そうね、はい、お父さんお母さんは日本にいて、アレックスの親は、まあ、もちろんニュージーランドに住んでるっていうので、うん、まあ、いろいろサポートを受けたりとか、うん、まあ、いとこに会えたりとかするんだけど、ね、はい、今回僕が日本に帰って思ったのが、やっぱりその家族っていうのがすごい大事だなと思う、まあ、ニュージーランドに子供を産んで、産んでからもずっと親にも会えないし、いとこもいないし、そうだよね、そう、ずっと2人、はい、まあ、3人でいて、家が帰ってみると、うん、もうみんな子供の世話してくれるし、うん、助け合いというか、助け合いで、ね、みんなこうハッピーになるし、いろんなイベントも増えるし、はい、一緒にご飯食べたりとか、いろんな話をしたりとか、うん、いろんなアドバイスを聞いたりとか、うん、あ、みんなこう大変だけど、こういうふうにしてみんなこう子育てしていくんだろうなっていうのを考えた時に、日本人同士で来る、こっちに家族がいない人は、うん、そこの部分はちょっと寂しくなりますよ、日本よりは寂しくなるよっていうのは考えていた方がいいかもしれない。それを、まあ、僕は感じたけど、まあ、他の、 その日本人夫婦、同志夫婦の人も結構いるけど、うん、まあ、それは人それぞれで感じない人もいれば、どっちも比べてその日本で育てるよりもニュージーランドで育てた方が全然楽っていう人もいると思うけど、うん、まあ、僕は今回それを感じたかな。でもまあうちらはバランスだよね。なんか特にミカの家族は少し距離があった方はうまくいく感じがあるというか、あ、まあ、僕のお母さん、あの車で15分慣れてるところで住んでて、うん、ちょっとだけ近すぎるかなって最近感じてる、うんうんうん、ちょっと来すぎちょっと今週忙しいっす、それはあるかもね、うん、孫が可愛いからね。そうだよね、孫が可愛くて会いたい会いたい、うん、バランスがね大事だよね。そうだよね、なんかだからわーって日本に帰ってみんなが時間作ってくれて、わーっていろんなイベントして満足して帰ってくると、日本で生活してるのは結構違うんだよね。なんか例えばあの昔僕ハムルトンに住んでた、ハムルトンとウェリントンは車で7時間ぐらい、うん、でいとことおばさんとかはウェリントンに住んでた。で毎年クリスマスホリデーになるとウェリントンまで運転して、うん、いとこたちと泊まってて、みんなで遊んでバーって楽しんで、で帰った。で高校になったらお母さんがもっとウェリントンもっと仕事あるかといい仕事見つけるためにウェリントン引っ越して、でウェリントンに引っ越してからいとこたちに会った方は少なかった、うん、遠く住んでた時はの方がもっと楽しくてもっと会えてた、うんうん、ああ、そうか、そうか、分かる分かる。日本にわざわざ帰ったから、うん、あのみんながこう来てくれて、うんうんうん、一緒に食事してパーティーとかして、そう、遠いからこ そ, そのあんまり帰れてないからこそ楽しかった。そうね、はい、そこでもう普通に押し据えて生活しちゃうと、そういうイベントももしかしたら少なくなる。そう、 いつでも会えるから会える回数が少ないっていう、うん、それはあるかもしれない。まあ、アレックスは今子供がニュージーランドでできて、うん、子供ができる前に日本に、まあ、何回か帰ってて、でそのうちにコロナの前に、うん、コロナの始まる直前かな、うん、なんか日本に行ってる時にもしかしたら僕は仕事を探してたかもしれないっていうふうに言ってて、うん、あのまま仕事は日本で見つかって、うん、日本で住んでたかもしれないでしょ。 そうね、でそこでもしかしたら違うパートナーで、はい、子供ができたかもしれない。そうだよね、まあ、できたとして異世界が存在してたかもしれない、ね、でも今はニュージーランドで、うん、まあ、ゆっくり、まあ、さっきも散歩したらねすぐそこに海があって、うん、まあ、あんな雰囲気で人も少なくて綺麗なところってもまあ日本にはないというか。そうなんだよね、うん、アレックスとしてはもし子供がちょっと大きくなったら日本に行きたいと思う。どうかな、まあ
子供に日本の文化も知ってほしい、うんうんうん、だからどうやってそれを取り入れるかと考えると、まあ少しだけでも日本に住んでみてあげてもいいかもなとかも、うんうん、の思いもあるけど、やっぱり仕事とかを考えると日本で住むってイメージするのちょっと難しいかな、うん、もちろんなんかリモートできる仕事あるかもしれないけど、今は完全に家で仕事をしてなんか育児を参加できてる、すごく、うん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 、だから日本でちゃんとそういうできるかなってちょっと不安さがあるけど、まあ、うん、子供もちょっと大きかったらいけるかもしれないけど、うん、日本の社会僕いけるかなって感じがちょっとあるよね。それはね、ニュージーランドに慣れてしまうのね本当に。そうね、うん、特になんか仕事モードになると結構なんか意見が強い人というか、うん、そうアレックス結構こんな感じにおっとりした感じに優しい感じに見えるんですけど、仕事を始めるとすごい熱があってすごいアグレッシブになるっていう、結構なんか上下関係を無視してそれは日本ではもう本当にね、はい、タブーだからねそういうところが多いと思う。でも、まあ、それをこうぶち壊す、うん、どうなの、どっちがいいのかね、わかんない、はい、外人だからなんか許される関係かわかんない、うん、まあまあ選択肢としてあるんだよね、いつか日本の方がいろんなチャンスが、その刺激が多いよね、子供にしても、うん、ニュージーランドも自然がたくさんあって、うん、ゆっくり時間が流れてて子供にとってもいい部分もあるんだけど、例えば日本ではこれができるのにニュージーランドではこれができないとか、うん、まあでも日本の方がやっぱ選択肢が多い、都会に行くほど多いとか、ね、例えば大人もやりたいことをいっぱい、うん、例えばあったりとかして仕事が遅くなったりとかした場合に子供を預けるところが日本だとたくさんあるとか、うん、夜まで預かってくれるとか、ニュージーランドだったらないから、あったとしてもものすごいお金を払わないといけない。夜になったら子供は家にいるのが当たり前なるほど、それがもうニュージーランド、それがいいのがやっぱりニュージーランドだし、まあ、いろんな刺激を求めるんなら日本の方がいいかもしれない。そうだよね、うん、特に日本に帰ってで、帰ってというか、あの来日してまた乳児に戻って、今住んでるエリア結構田舎なんだよね、ちょっと刺激が少ないっていうかなって感じました。うん、確かに、はい、あ、来た今のカット全然カットする。それではですね、子供がちょっと来たんですけど、こんな感じで、まああのね、日本からニュージーランドに家族移住したい人向けの動画として、このテーマを挙げさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。またこういったテーマがあれば、このチャンネルで、まあ、動画作りたいなというふうに思ってますので、はい、今回はご視聴ありがとうございました。アレックス君もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。